みんなこんにちは、アテナくんだよ。アリとアブラムシって仲良しって知ってるかな？お互いに助け合って生きているんだって。どういう風に助け合っているんだろう。今日はアリくんにお話聞いてみたよ。いや、僕はアリだよ。これからどこへ行くかって？アブラムシくんのところさ。お腹が減ったからアブラムシくんに蜜を分けてもらうんだ。え、僕たちアリとアブラムシの関係かい？そうだね、のちつもたれつの関係って言っていいかな。僕たちアリはアブラムシから蜜を分けてもらう。アブラムシのお尻から出る甘い汁を舐めさせてもらうんだ。アブラムシは木の汁を吸って余った栄養分をお尻に溜めているんだけど、それを僕らがいただくってわけ。でもその代わりに僕たちアリもアブラムシを敵から守ってあげてるんだ。ところでアブラムシの敵ってなんだかわかるかい？そう、テントウムシなんだ。テントウムシはアブラムシを食べるからね。だから僕たちアリとテントウムシは敵同士。テントウムシがアブラムシくんに近づいたら、僕らは顎で噛みついてテントウムシを攻撃するんだ。僕たちアリはアブラムシから蜜を分けてもらう代わりに、アブラムシを食べに来たテントウムシを追い払うんだ。テントウムシも触覚や足を縮めて葉にしがみついて攻撃をかわすんだけどね。アリさん、ありがとう。違う生き物同士がお互いに助け合ってるなんて面白いよね。今日のまとめ。アリはアブラムシから甘い蜜を分けてもらう。でもその代わりにテントウムシからアブラムシを守ってあげてるんだ。今日も見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録してね。バイバーイ。